代わってはそこが知りたい新型コロナです今日はフェイスブックページに寄せられた質問です一部の自治体で学校が再開されるなどしましたが外出自粛も解除でしょうかマスクなどの予防策を取れば安全という解釈ですかということなんですが県の防災危機管理課に取材しました 県はですねゴールデンウィーク前後でメッセージを更新しています連休前は想定される人の動きを少なくするため生活の維持に必要なもの通院や通勤買い出しなどを除いて外出を自粛するようお願いしていました連休が終わりまして大きく人が移動する期間が終わったため外出は3つの密を避けるようにと少し 緩和された内容となっていますただですねこれは安全になったという意味ではないんですね隣の広島福岡で感染者が多い状況を変わらず県内で感染が確認された多くが県外に由来するとみられることから引き続き県外への移動は避けるようにお願いしていますまた三密を避けた外出でもマスクなどの予防策は引き続き必要であることは変わりません さあということでこのコーナーで放送した質問と回答は、えー、それから新型コロナ関連のニュースはですね特設サイトでご覧になることができます以上そこが知りたい新型コロナでした